皆さんこんにちは。シンプルでカジュアルと申します。皆さんこんにちは。博多の切り込み隊長こと46です。はい、その補佐マサノシンです。はい、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。この異名もちょっとね、ちょ、板についてきましたかね、うん、どうでしょうか。絶対ついてね、はい、絶対ついてね、はい。この動画ですね、うん、シューティングメテオスターカップのレヒレブロック第3戦となっております。はい、ネタバレ等を含みますので、まだ動画見てなかったので概要欄にリンク貼ってますので、そちらから見てきてください。はい、ということで僕たちもね、うん、早くも3試合目を迎えまして、うん、2試合経験できたということで心に余裕ができてきました、はい、そうね、やっと冷静になれそう。はい、ちょっとね、うん、余裕できてきたんでね、ちょっと僕今、うん、箱根旅館に今なんでって、はい、なんでそんなことするとねえ。ちょっとね、うん、やっぱリフレッシュ大事だなと思ってたんで、いやいやいや、まあ、大会中ですけども、うん、温泉浸かりたいなと思いましてね、いやいやいや、箱根旅館にいます。まあ、旅行は旅行、ポケモンはポケモンでしろ、ちゃんとお前は。はい、でね、うん、この後ね、実況終わったらね、うん、地元の女の子と部屋でトランプするんで、そっちの方が楽しみであります。いや、バカか、お前、もう負けちまえ、こんなもん。ちなみに七並べです、うん、一番面白くないやん、はい、トランプの中で七並べが一番面白くないやだって。そりゃそんなことはない。だってそんなことはないよ、はい、うん、そんなことは、俺はもうずっとハッチを隠し持ってね、うん、誰ハッチ止めてるのとか言わせずみたいな、ね、盛り上がり方は盛り上げ方するんで、お前、はい、誰も何も二人でやっとやろ、お前二人でやっとるよ。バカな女やなそいつ。はい。ということでね、この流れで、今回対戦相手で紹介していきたいと思います。はい、こちら。なるほど、マサブネさんですね。この大会の運営さんの一人としてね、はい、非常に厄介な対戦相手でございます。なんかこのブロック主催のフレットさんだったり、運営のマサブネさんだったり、なんかねえ、多いよね、なんか。まあそれはまあ仕方ないんで、うん、正式なね、くじの結果なんでね、うん、しょうがないですけど、うん、はい、はい、この正宗さんですね、代表作として続メガルカリを主軸で高齢と目指すという動画を上げてらっしゃいます。おお、なんか続という、うん、この言葉いいね。続続ってまあオーラス前の6世代から実況されてるみたいよね。それで、ああ、そういう、うん、そのための族ね。そうそう、いいね、なんか族、なんか三丁目の夕日みたいで、ちょっとすごいおしゃれな感じもするし。はい、族を打てっていうあの響きもいいですし、族という言葉好きです。お前の価値観やな。、うん、はい。で、相手がね、うん、ルカリオをね、うん、嫁ポケと言いますか、はいはいはい、絶対的エース、うん、精神的支柱、いや、大黒柱か、いや、相棒、王将、いや、違うか、族、うん、全部言うた、今、お前。エースでええやん、エースで行こうや。で、やっぱりその、エースに選んだのがルカリオというところもね、非常に愛を感じますね。ほんとね、愛を感じる。なんだろうな、150キロウアンをね、エースにするんじゃなくてね、牽制とか、フィールドの上手いね、左ピッチャーをエースにするといった感じですかね。俺にしかわからんやつ、また。はい。まあね、僕たち今2勝負けなし、そして正宗さん1勝1敗なので、はい、僕たちが、結構決勝トーナメント進出濃厚かなと思われるかもしれませんが、うん、はい、もしこの試合正宗さん負けてしまうと、うんうんうん、2勝1敗の方が3人並ぶということになる恐れもあるので、そうね、この試合僕たち勝たないとちょっと進出見えてこないので、うん、リーグ戦ってやっぱ厳しいね、やっぱ。うん、うん、はい、ここも絶対勝ちたい。2勝してね、ちょっと極楽と思ってましたけども、うんうんうん、そうもいかない厳しい戦いのようなので、はい、この戦いも気を引き締めていきたいと思います。はい、それではお互いの10パートナーズ紹介していきたいと思います、うん、こちら。メガストーンとゼットクリスタルの確認もしていきたいと思います、うん、こちら。はい、なるほど、うん、やっぱりね、相手メガルカリオ、そしてまあメガバシャモって格闘タイプ2体を、メガ進化枠にしてるので、なるほど、ポリゴン2は嫌いなのかなっていう印象は受けます。なんか過去にポリゴン2にやられたやろね。、うん、確かに、はい、うん、でとりあえずね、この10体を見て、うん、
一体の脅威というねことを感じまして、この一体の強さ、この強さをねちょっと感じる絶対にであるなっていう印象です。火力が高くて強いポケモンをギュッてした感じのパーティーやねこれ。ちょっと隙を見せたらね本当反立てされる、そうね本当にそう、10体なので、うん、ちょっとマジでこの10体は本当一匹もちょっとおろそかというか対策をおろそかにしちゃいけないので、はい、しっかりバランスよいいパーティーで臨みたいと思いますけども、はい、まあその中でも注意すべき6体をねまとめてみましたので、はい、そちらの6体演出、うん、予想いってみたいと思います。まずはまあメガ進化枠2体としてメガルカリオメガバシャモ、まあこういう予想の仕方はね過去2回外してるのですけども確かに安直なんかなこれねやっぱメガは出してくるやろみたいな、まあ、うん、まあ嫁ポケのメガルカリオは入れんと、うん、どうなのって感じもするし、うん、はい、まあ、メガルカリオをベンチにも入れないっていう選択肢は多分浅宗さんからしてもないかなって、うん、そうね、いう、はいはい、予想。本命はメガバシャーモン、加速でメガ樹海の上も抜けるので、うん、メガバシャーモンは確実に来ると、はい、そして過去2回、うん、3体に選出されてるアシレーヌミミック、うん、この2体は絶対出てくるでしょう。確かに絶対出てくるね。そして、このままだとね、うちのギャラドスちゃんもう対策が薄すぎるということでね、うん、カップポケコ、そうね、相手のパーティーすごいギャラドス重い感じやね。本当にギャラドスに対しての何か対策は絶対にしてくるはず。はい、ということで、うん、カップコケコ、もうこのパーティーのカップコケコぐらいしかもう、うん、ギャラドス対処できないと思うんで、うん、はい、カップコケコは来るかなと。ちょっと一つ気づいたんやけどさ、カップコケコアシレーヌミミキューっておい2回見たぞ前に。なんでこんな被ってんねん。強いけんね、はい。そしてラスト1体が、うん、もう何でもできる、もう何を覚えさせても大丈夫、月光が。いやもうね、ちょっとマジ月光がきついよな、強いよね、ほんとどうしたらいいんやろか月光がって。なんかテンパートナーズでめちゃくちゃ猛威を振るうと、もうちょっと一番強いんじゃないかって思います月光が。確かになんか10パートナーズやけど月光が入るだけで15パートナーズやもんね、もう15パートナーズやもんだってこれ。相手の月光が、うん、もう入れない理由はないと思うんで、うん、そうね絶対そう。ということで、まあ、月光がこの6体にプラス、うん、まあ、プラスアルファ、うん、自由枠なんですけども、はい、まあ、役割の薄いルクカリオもしくは、うん、ギャルドスぐらいにしかちょっと対応できてないカップコケコのところに、うん、まあ、ギャルドスを止められる、うん、ポケモンを自由枠で入れてくるかなと思います。そうね、まあ具体的に言うならナットレー。出たナットレー、出た出た。俺たちが重すぎて警戒しとるやつ。でもまあナットレー以外だったら、もうすごい楽なんで、もうナットレイ以上に重たいポケモンは僕たちの頭の中にはいません。まあけど今回相手雨じゃないけ、まあシャンデラーザザンドラピクシーでなんとかね持っていこう。はい、何やこれ。まあナットレイを念頭に入れながらね対策していきたいと思います。はい、そして、うん、この考察を元にした僕たちの6体がこちらです。はい、まずは本日の主役ピクシーてっぺいくんです。おお、今回の主役は次回ではないようやね。そうなんですよ、あのね、うん、ちょっと今回はねカンナちゃんサポートに回したいと思います。ああなるほど、はいはい、なんですけどそこでちょっとね一つ問題点が発生するんですね。うん、というと、あのねちょっとね昨日の夜ねカンナちゃんに僕から直接、うん、明日の試合ちょっとカンナちゃんサポート回ってもらうかもしんないわって伝えたんですよ。うんうんうん、そしたらね、カンナちゃん泣いちゃってね。うん。やっぱカンナちゃんアイドルの子だからね、ちょっとセンターでいたい、中心でいたい、主役でいたいっていうね思想が働いたのか、ちょっとね、うん、めちゃめちゃ悔しがってたんですよ。デッカーラのアイドルやな。そうなんよ。やけんね、ちょっと俺もね、うん、ちょっとカンナちゃんマジで、いやね、うん、すまんと。カンナちゃんすまん。ってね、ちょっと昨日の夜ね。夜中の3時まで慰めてたんで、ちょっとねもう寝不足でちょっとね今いるんですよね。
もう何の話聞かされよってお前なんで橋本環奈ちゃん本人が家におるみたいになっとんだよお前樹海に魂を乗り移らせただけやろはい、まあまあね、そんな中ね、自由なね主役を任されたピクシー鉄平くんには活躍してもらいたいと思います。はい、鉄平くんいい名前やね。はい、小池鉄平さんからいただきました。あー、なるほど。はい、ピクシーね、可愛らしい顔立ち、そして鉄平さん、小池鉄平さんも、はい、可愛らしいじゃないですか。うん、確かにイケメンの中やけど、なんか可愛いって言われる系のイケメンやね。そう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 。うらやましいぞ、ほら。こちら持ち物がエスパー Z でございます。リフレクター Z ってやつやね、解禁。このピクチャー強いぞ。はい、はい、こちら一ターンでね、実は何段階もね、防御上げることができますし、うん、で、瞑想でね、特殊ポケモンもしっかり対応ができるというね、鋼タイプ以外だったら、絶大なね、信頼ができるピクシーでございます。そしてね、このピクシーね、うん、意外と僕好きなポケモンの中の一匹なんですよね。あ、それめっちゃ初めて聞いたけど、そうなんや。あ、思い出のねポケモンと言いますかね、僕が子供の頃ね、すごいポケモンパン好きだったんですよ、うん、あ、美味しいもんねポケモンパン。うん、でやっぱポケモンパンシール、うん、デコキャラシールってやつをね、うんうん、めちゃめちゃ集めてまして。あー、うん、はい、その中でね、ポケモンパンの中で一番好きなパンが、うん、知ってる人は知ってると思うんですけども、うん、ピクシーのいちご蒸しパンっていうパンがあるんですよ。あ、画像出しましょうか、じゃあ、はい、ポン。あ、どうぞ、うん、それがね、好きだったため、ピクシーめちゃめちゃ好きなんですよ。うん、あ、なるほど、はい。なんで、このピクシーにはしっかりね、まあ、樹海院と同等にね、愛を感じてます、うん、いいね、懐かしい気持ちにもなれる、そんなトークやったわ今の、はい、そして、うん、このピクシーを活躍させる上でね、忘れちゃいけないのがこの鋼タイプの処理の仕方、うん、いや、ほんとその通りやね、うん、はい、で相手2体鋼タイプいるので、しっかり鋼タイプの対策はしてな、うん、いかなければならない。はい、でしっかりね、鋼対策充実させたね、6体を選出しておりますのでね、うん、しっかり紹介していきたいと思います、はい、まずはね、ルカリオにめっぽう強いね、ギルガルド。ギルガルド、なるほど、はい、翔さんやね、はい、強すぎる、ほんと安定やね、うん、もう影のエースと言っても過言じゃないぐらいギルガルドにはお世話になってます。こちらはね、相手の鋼タイプの牽制として入れてますけども、はい、こちら持ち物がナモの実というね、はい、タイプ半減の木の実を持たせております。もう完全にこれで月光河のアクゼットを食らったとしても半分いきません。確実に聖剣で一発で落とす、はい、そのためだけのギルガルドです。はい、はい、そしてね、ギルガルドにめっぽう強いギャラドス、キリンさん。はい、そうね、ギルガルド側からはちょっとギャラドスに打点がほとんどないので、これはいい感じじゃね。そうですね、相手ね、ゴースト Z 登録してますので、うん、もう早い段階でギャラドスをメガ進化させてしまいたいですね。はい、そうやね、そして受け出しが効くような形を取っておきたいって感じだね。はい、はい、そしてこちらね、多分出さないと思うんですけども、うん、牽制として非常に優秀なね、炎タイプシャンテラハルでございます。はい、はい、これで一気に相手はルカリオとギルガルド出しづらくなってたはず。大文字でギルガルドもメガネとかだと一発で落としてしまうので、はい、これ出しづらいんじゃないでしょうか、ハガネタイプ。はい、はい、そしてこちらメガン進化2体に非常に強い、うん、ルカリオはもちろんなんですけども、バシャームにも強い、うん、そう、バシャームはね、もう飛び膝蹴りとフレアドライブの2ウェポンだった場合も何もすることができないので、いい感じだね、本当に。はい、ちなみにね、このハルっていうニックネームなんですけども、うん、気になってた。はい、うん、まあね、ハルさんめちゃめちゃ目大きいじゃないですか、うん、クリクリっとしてて、うん、かわいい、ほんとに、ね、本当にかわいい、ほんと、うん、あ、よだれてる、うん、よだれは出すな、お前よだれは出すなや、うん、で、シャンデラもね、目がクリッとしてる、うん、そこだけかい、うん、そこだけで決めたんかい。はい、でもね、もうハルさんめちゃめちゃ好きなんて、ほんとに、うん、このハルさんへの思い、すごい熱い、熱い、シャンデラ、炎タイプ、うん、あー、シャンデラって感じなるほど、はい、そしてこちらね、はい、もう、うん、出番はありません、ベンチウォーマー、樹海院環奈ちゃんですもう言っちゃうけんね、はい、ほんと樹海院ファンの方には申し訳ないけど、ちょっときつすぎる、今回樹海院に出すには。はい、相手のパーティーがきつすぎる。まあね、可能性ゼロではありませんけども、うん、はい、今回はね、ベンチからしっかりね、アクエリアスとかね、しっかり提供していただきたいなと思います。アクエリアス提供されていいわ、彼女にそしてこちらね、僕たちの自由枠に選んだポケモンが、うん、ミドキング翔英。
もう超えって名前もうニドキングすぎん。ぴったりすぎるやろ。もうニドキングに寄せたやろっていうぐらいね、翔平さん似てますね。まず特性力づくがもう翔平さんの演技の力づくにちょっと似てるっていう。お前相当ぴったりな。お前演技力づくって結構失礼やな、なんか。あ、いや、マジ、マジ申し訳ない、申し訳ない、ちょっとみんな戦んで、はい。はい、なんかパワーなんか男っていうね、うん、力づくとまあちょっと意味はちょっと違うけど、うん、男っていうね、力って感じね、うん、そうそうそう、はい、そうそうそう、それが言いたかった。はい。そしてね、こちらね、両刀にドッキングしました。はい、両刀の理由はね、アシレーヌが今回気合いのたすきなので、ヘドロウェーブで落ちないと。うん。しかし、両刀毒好きならば一発で落とすことができる。それからの両刀採用。はい。そしてね、この冷凍ビームでね、うん、HP にしっかり振ったランドロスであってもね、確定一発持っていけますし、このね、大地の力、毒好き、冷凍ビーム、この3つの技で相手のポケモンを、うん、全員一掃することができます。そうね、本当に今回の自由枠相当刺さってるんじゃないかっていう感じだね。はい。そして、うん、このね、タスキなんですけども、うん、これ読まれないんですね。理由がありますちゃんと。理由があります。はい、というのも僕たちの初戦浅野空さんとの試合の動画投稿日が、うん、この正宗さんとの試合のちょうど1日前なんですね。ということは気合いのタスキ受解を見ている。そうですね、その動画で受解員をタスキで紹介してますので、相手は受解員をね、タスキかメガは、うん、メガかっていうね、この葛藤から入ります。うん、そうね、そうすることによってね、受解員がタスキかタスキじゃないかっていう思想でいくと、ニドッキングがタスキじゃないかっていう発想には至らないと思うんですよね。命の玉で確定してしまうのではないかという誘導やね、はい、しかも、性別メスでちょっとカンナちゃんなのではないかと錯覚させてしまうような方やね。はい、ちょっとね、受解員ね、はい、オス率な 87.5% と非常に高いので、うん、わざわざメスにしました。そう、 12.5% 掴み取った。うん、はい、非常にね、刺さってるニドキング、しっかり活躍させていきたいと思います、うん、はい、以上のね、ピクシー鉄平くんを中心としたね、パーティーで、うん、正宗さんと試合に臨んでいきたいと思います、うん、はい、ね、今2勝0敗かな、僕たちが。なので、ここ勝って全勝で1位でレヒールブロック上がって、どん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 勢いつけて鉄平まで登り詰めたいと思います。はい、この試合マジでね、重要な試合なので、うん、全勢力をかけてね、正宗さんに挑んでいきたいと思うんで、うん、チェックしておいてください。はい、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。相手から送られた6体がこちらでございます。はい、なるほど。ヒートロトムが自由枠に入ってきていますが、うん、とりあえずね、今まで2戦通りこちらの3体をまず選んで、まあ順番関係なく3体選んでいきたいと思うんですけども、はい、これ確実に月光が来るかなと思ってます。月光が来そうやね、本当に。はい、ゴーストタイプ2体いますし、うん、はい、うんうん、まあ、月光が来るかなと思います。で、やっぱヒートロトムが何のため来たかっていう話なんやけど、うん、多分このパーティーにヒートロトムは来ないと思いますね、僕的に。うん、確かにギャラドス重たいし、うん、うん、あんまり役割は、あ、まあけど立ち回りによってはって感じにはなってる、うん、まあ、でも型破り自身のね、一貫がやばい、うん、自身の一貫がすごいぞ、これ。確かにギャラドスは絶対確定かな。うん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 、先発月光が予想するならこっちもギルガルドでいい感じやん。うん、まあでも、まあ、ヒートロトムはないかな、うん、ヒートロトムはない、ギルガルドもない。ギルガルドない理由としては、相手からしたらギルガルドで、うん、絶対倒せるっていうポケモンがもうピクシーぐらいしかいない、ピクシー受解員ぐらいで、うん、あとはもう4体苦しいだろう。うん、確かにそうね、うん、ピクシーも出して出したいっちゃ出したいもんね。出したいけど、相手特殊が5体いる。確かにあんまり刺さってねえな。うん、ちょっとピクシー、うわー、主人公出したかった確かに、うん、ピクシーマジ出したかったね。これ出したいけどね、確かに。で、これ相手的に、ミックぐらいしかないもんな。相手的には、ルッカリオ、うん、もうこれ3戦目最後の試合なんで、レヒレブロック。メガルカリオ出してきて気持ち働かねえか。あー、なるほど、まあ、月光が確実に出てくるメガルカリを実際確実にすんなら、うん、月光が先発で後ろにミミクとアシレーヌが控えてるっていうのが、うん、まあ一番妥当なところではあると思う、う
あ、まあ確かにそうね、確かにそうだ、うん、やっぱ先発はギルガルドでいいと思う。はい、そして先発ギルガルド、うん、で後ろに、ニドキング、うん、ギャラドス、いやーそしたらちょっと足でね、ちょっと浅いか、そうね、まあニドキングタスキまで持ってかれたらもうアシュレーン何もできなくなってしまうけどね。うんうんうん、え、でももともとアシュレーンの突破方法がニドキングぐらいしかもう、まあね、完全に突破できるって方法がないけん、うん、それでいいじゃない。まあギルガルドから入るの確定してんだけど、うんうんうん、どういう展開がやばいんだろう。まさめさん、ミネク先発ってあんましない人なんだよね、動画見てる限り。うん、相手がもしギルガルド先発とかやったら、うん、そっちギルガルドに有効だから何もないけど、ちょっと苦しいかな。うん、うん、先輩ミネクとか考えたらピクシーはやっぱ保険で入れときたいんだよな。あー確かに、ケンマイミリキそうやね、確かに。先発もいきなり月光が来るやろうから、もう月光がを早めに処理、うん、できるとして、ギルガルドで、うん、でそっからまあ、うん、ギルガルドは相手のギルガルドはニドキングの大地の力不意打ちで飛ばしに行く、うん、であとピクシーでミミッキを処理する。オッケー、そのルートで行こうか。じゃあピクシーかギャラドスだな、どっちがいいかな。いやー、どっちがいいちろ、いやもうこれはフォー、鋼がもし2体選出はないと思うけど、2体選出された場合相当やばいんだよな、そのパーティーは。そう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 、ただ鋼をの通りを悪くしてるから、うん、こっちとしては、あ、まあ確かにそうね、シャンデラおるしね。うん、いや、ギャラドスにしようか。シャンデラ重く見るやろ。ギャラドスでいいか。ああそう、オッケー、ミミッキからしてもギャラドスでいく、ギャラドス突破できる、うん、オッケー、俺はいけるわ、これでいくわ。ギルガルド、ニドキング、ギャラドス、はい、ということでね、先発を、うん、ギルガルド、はい、これで月光が起こりたいと思います。はい、はいはいはい、そして後ろにギャラドス、ニドキングとね、うん、当初の予定とはちょっと異なっていますが、はいはいはい、ギャラドスにはね、お留守番してもらいたいなと思います。はい、よっしゃ、頑張ろう。はい、よっしゃ、うん、ダサ、お前ちょっと緑で、いや、マサムネさんもダサ、ちょっと俺たちに寄せとるし、いや、ダサさ負けとるぞこれダサさで負けとる、ということで、ね、ブロック第3戦マサムネさん対戦よろしくお願いします。はいはい、絶対勝つぞ、よろしくお願いします。さあ、相手龍之介、龍之介、誰だ、ルカリオか、ルカリオか、あ、ルカリオか、めっちゃ出しがちやん、初めて出しがちやんマジでやべえぞ、マジ出しがった、これもう正解だ、うん、これ正解だもん、確かに、うん、大丈夫大丈夫大丈夫出しがった出しがった、やった、やばい、これやばい、これやばい初めて出しがった、やったやった嬉しい、大会で初めて出しがった、まあ変えてくれやろうけどな、うん、うん、何が来る、1個目、はい、トーマ、何が来る、トーマ、誰、あ、ミミクタトーマ、生田、ちょっと待って、やばいぞ、え、待って、やばくね、やばくね、え、ミミッキか、あー、そりゃそうか、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、やばいぞ、ちょっと待って、安直すぎた、安直すぎた、待って、アホじゃねえ、俺たち、切り替えよ、切り替えよ、切り替えよ、うん、うん、こうどうする、しかも、生田斗真やん、多分、生田斗真やん、あ、何、こっちに合わせとんの、これ、あ、じゃあ、多分、分からん、あ、龍之介じゃん、龍之介、多分、あ、神木龍之介か、そういうことか、ちょっと待って、やばい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 、いや、ちょっと考えれば分かったやろ、いや、でも、これも、待って、ここゴースト Z かな、あ、ゴースト Z と思う、俺もゴースト Z と思う、ここもう、もうそしたらもう影打ちで、うん、バッケを剥がしてギャラドスでちょっと剣にしていく、で、うん、剣の前にされるのはちょっと一番苦しいから、ここ影打ちよ、いや、まあそしたらキングシールドのね、タクに持っていけるけん大丈夫、オッケー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 、ゴースト Z だろ、うわ、ちょっときついぞマジで、いや、ちょっとマジやばい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 、ちょっとマジなんで俺たち考えろってね。マジ考えろ。ゴーストゼット。またゴーストゼット。はい。オッケーオッケー。え、じゃあこれでギャラドスで起点できると、鬼火がなければ。うんうんうん。オッケーオッケーオッケー。無限アイアイのイザナイ。はい。まあ、これは確実に落ちるでしょうと。本当すまんしょ。ちょっと待って、めっちゃ緊張してきた。すまんしょ。うん、すまんマジで。俺たちの出しがちによる。せっかくのチャンスが、くそ、しゃい、し
なれなれ、うん、ここはもうキリンでいこう、もうキリンで、うん、起点にしていくしかないね。頼む、鬼火だけやめてくれ、鬼火だけ、鬼火だけマジでやめてくれ。素早さはね、どっちが早いか、こっちも結構キリンに打ってるから、上から身代わり打てる気がする。そうね、うん、アシレイのおる時点でトリックルーム展開もまあなくはないけど、ルカリオ出てきたけないと思うけど、うん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 、まあここは身代わりかな、ここは、うん、そうね、うん、引いてくるやろ、多分引いてくるか、なんか剣舞、剣舞はないか、なんかしてくるはず、うんうんうん、うん、まあ身代わりで大丈夫と思う。うわ、ちょっと待って、緊張してきたマジで、やばいな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やべ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 、今までちょっとポケモンばっかり、俺ら、やべ、あー、なんて、俺たちの売りはトークなのに全然面白いこと言ってね、俺たち。やばい、ちょっとここからおっと、道連れ、いや、道連れ、あ、やばい、これはめちゃくちゃ掴んだぞ、俺たち掴んだぞ、マジで来た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 、これはマジで来た。やべ、形勢逆転や、形勢逆転、いやいや、来たぞ来たぞ、マジで。ちょっと待って、面白いこと言おう。とりあえずここは龍の舞していきますんで、はい、そうですね、はい、ちょっと実況を追いかけまして、はい、うん、ニックネーム合わせてきてくれるとは、服装これさ、ってか思ったけど、服装これもうまんまじゃない、俺たちまんま、あの服装めちゃくちゃ俺たちのやつやない、前俺たちが動画で使いよった服装にめちゃくちゃ似てない、あ、ほんとや、あの、え、てか、あの、うん、その前やね、あのクソズボンとあのシュールのアクトップってもうやべやべ、俺らの服装やん、そうそう、俺たちの服装、クソ張ったやし、あ、月光が来た、ちょっと待って、タケル、これだ、誰だ、タケル、あー、佐藤タケルやろ、佐藤タケルやろ、あー、なるほどね、俺たちみたいなニックネームの付け方してくれる、てかもう余裕ありすぎて、さっきまでの緊張が、何も言ってないわ、自信でーす、もう今、ちょっと待って、あー、めちゃくちゃ緊張しとったけど、これいったんじゃないか、普通に。あ、もう、これはやばい、うん、でもこういうこと言っとったらね、逆転されるけどね。そうね、あ、最後はね、ここはもう龍舞せず自信で突っ込もう、うん、うん、はい、そうやね、はいはいはい、いや、なんかちょっと嬉しいな、うん、多分あれやね、ルローニ剣心から取ってるね、多分月光がこれ、あ、そうなん、そこから佐藤健、佐藤健ルローニ剣心の映画の主人公をやったけんさ、うんうんうん、あ、なるほどなるほどね、多分この理由は合ってるはず、うん、あー、なるほど、ただミミッキのトーマはちょっと納得いかんね、うん、俺は、うん、あはははうやん、なんで、あ、確かにね、うん、相手のニックネームにケチつけるってなんだ、いや、俺生田トーマもっといいやつにつけるぜ、俺は、うん、あー、なるほどね、はいはいはい、食らいやがれ、オッケー、月光が突破、ちょっと待って、これはいっただろう、さすがに、あー、これいった、で、これもう一回防御してるんで、龍舞してるから、ルカリオから来れないはず、いやね、トーマ来るね、うん、はい、トーマ来る、でもう Z 消費してるから、もうこのキリンを、ね、一発で倒す術はないから、うん、急所ぐらいかな、うん、まあ、ここはもう滝登りで押してるはず、はいはい、滝登り、オッケー、だいぶ柔らかいな、おー、しかも外した、おーし、いや、今回なんか運がやば、ま、この外しはあんまり関係ないけど、そうね、じゃれつけプラス影打ちプラス、うん、バレットパンチでもし落とされとったとしても、うん、うん、もうルカリオ俺たちにはね、うん、後ろにね、タスキニノキングがいるんで、うん、ショウエイね、ショウエイがいるね、うん、タスキを巻いたショウエイがいるんでね、筋肉マンが大丈夫やね、はい、はいはいはい、神木隆之介くん、まあ、僕たちの危機キリンに、うん、うん、確かにかっこいいよね、神木隆之介が危機キリンに食われるっていうのやばいこれは勝ちました、あこれは勝ちました、さすがに途中からもうなんかなんやろう、もう俳優業とか女優業の話しかしてねえよ、うん、確かに、いや、まじ最初負けるかと思って緊張したけど、はい、よし、なんとか参戦全勝、オッケー、はい、ということで、まさむさん対戦ありがとうございました、ありがとうございました、まさむねさんとの試合無事勝利することができました、はい、ちょっと待って、
お前めっちゃ風邪ひいとるやん。分かる。後語り別日に収録してるんですけど、はい、声がはい。めっちゃ鼻声なんですけど。はい。ちょっと昨日ね、ちょっと脱線しますけど、うん、ちょっと昨日川遊びしてまして、はい、そしたらちょっとね、なんか、うん、気づいたら流されてまして、死にかけました。危ないよ本当に。うん、いやーマジでちょっとすごい流れの場所ありまして、うん、ちょっとそこを見れた瞬間にもうどんぐりコロコロのようにね私転がっていますね。うん。本当やばかったんですけどまあね今生きてますんで、はい、この風 も, もう怖くないですもんあの経験したらもう。いやあなんでね皆さんちょっと川遊びはマジで気をつけてください。はい、いやほんと気をつけてみんなも。はい、じゃあ本題に戻りましょう。はい、今日の試合の反省点はね、まずはあの、ギルガルドが、聖なる剣をルカリオに打った場面。はい、あそこちょっとね、しっかり考えた上で打ってるならまだいいんですけど、うんうん、はい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 、2試合勝ったっていう余裕として、初手勝ちした、初めて初手勝ちしましたっていう。そう、出し勝ち初めてしたね、確かに。それの安堵でもうね、迷わず打ってるんですよね。普通に考えれば、あんなフリータイム引かないわけがないんですよね。はい、ちょっとね、ちょっとあ余裕というよりもね、ちょっと油断してた部分がありました。ちょっと決勝トーナメントはね、ちょっとまたリセットして、臨んでいきたいと思います。はい、そうですね。ちょっとね、相手ルカリオが、はい、メガルカリオがね、相棒なんですけども、うん、はいはいはい、メガルカリオを何としてでも活躍させたいっていう気持ちからですね、そうね、あのポケモンにね、目覚めるパワー電気を覚えさせてたらしいんですよ。はい、そうですね、自由枠のヒートロトムを使ってた理由は僕たちのギャラドスを初手で出させるためだったそうです。いや、怖いね。いやー、正宗さんよく考えてる、はい、はい、それだったんです。もうね、まあ、ポケモン勝負には勝ったんですけどね、その相棒をどうにかしてでも、はい、活躍させたいという、ね、思いからルカリオをね、戦略して、うん、まあ負ける。まあ僕たちは前回活躍したから10回ちょっと今回お休みねとか言ってギャラドスを、しっかり出していって勝ったっていうね。まあどちらがね、まあ、男として、上なのかっていう質問に来たら、ね、答えられませんね。うん、確かに正宗さんの愛に負けてる完全に。まあね、ちょっと幸いにもね、僕たちまだ試合が続きますので、はいはいはい、まあ、そこそれ以降、この試合以降で、見せればなと思います。うん、そんでもってね、うん、あの正宗さんがニックネームと服装をシンプルでカジュアルにね、寄せてくれてたんじゃないかなっていうね、うんうん、喜びがありました。確かにあれね、動画見返してめちゃくちゃ嬉しかったよね、本当に。いや、なんかね、本当に、うん、最初は僕たち本当に全然触れてなかったんですけど、もう龍之介で何こいつって思ったんですけど、普通に、ただの男の子の名前つけてんのかなと思ったんですけど、トーマでちょっとね、やっと確かに確かに確かに、そういうことかと、確かに。あれは本当嬉しかったね、本当に。で、最初の服装のところもね、うん、うわ、正宗さんダサーって言ったけどね。確かに俺たち鏡越しに俺らを見てるのと一緒だけど、そうそうそう、ダサいのは俺たちやったってだけやけどね。しかもダサさで負けるっていう。過去の自分たちに負ける俺たちっていう。いや、しょうがないしょうがない、ネタ切れや、服装もう。はい、あとね、試合終わった後に正宗さんと、あとね、テテフブロックのキムエモさんとですね、あの感想戦スカイプで通話させていただいてね、それがね、一番もう今大会勝つことよりも一番楽しみにしてた部分というか、感想戦がね、実況者さんとの感想戦一番楽しみにしてたので、勝つことよりも嬉しかった、楽しかったかなって感じだね。実況者大会出たらなんか恒例でね、試合後に感想戦を行うっていうね、ことを聞いてたので、うん、確かにちょっと他の実況者さんとね、話がしたかったので、はいはいはい、とっても楽しみにしてたんですよ。前の2戦ちょっとね、都合とか合わなくて、はいはいはい、できなかったんですよね、断られまして、はいはいはい、
それでちょっとね、ちょっとシンプルでカジュアル、この大会ちょっと浮いてんじゃねみたいな、距離置かれてんじゃねみたいな、確かに、勝手に思っちゃいまして、僕たちの実況スタイルっていうのは結構、とっつきにくい2人実況でね、とっつきにくい部分やけ、あ、これ、ハブられてんじゃねみたいな話をね、46と2人でしよったんだけどね。あ、まあそんなことなかったし、うん、正宗さん、キムエもさ、本当はいい人でね、本当に可愛い後輩って感じだった。本当に楽しかったね。あとなんか途中ね、僕たちが緊張しすぎて、最初の方ニックネームの方に触れてもらいましたって正宗さんに言われてて、で僕たちも触れてねえなと思って、触れてないって言ってたんですけど、後から動画見直したら結構マジ触れてましたね。あー、よかったよ、本当に、うん、もうがっつりいじくってたんで、本当に。たぶん浅村さんも喜んでくれるんじゃないかなっていう感じです。はい、期待裏切らなかったな、本当に。どうだったんだろうか。まあ何はともあれね、レヒルブロック参戦全勝で、リーグ1位でね、決勝トーナメント上がることができましたのでね、まあ誰も予想してなかったと思いますが、胸を張っていきたいと思います。はい、本当レヒルブロックでね、うん、対戦してくださった皆さん、本当に、うん、素晴らしいバトルできたと思ってます、本当に、はい、嬉しい限りですよ。本当ね。中身な先から俺たち会話、このレヒルブロックでね、戦ってくれた、そして、うん、いけなかったね、2人の分の、うん、気持ちを背負ってね、うん、誇りを胸に、はい、決勝トーナメントね、はい、しっかり勝ち上がって優勝を目指して頑張りたいと思うんで、チェックしててください。はい、はい、次の動画もね、一生懸命頑張りますので、ぜひご覧ください。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。おー、野球部みたい。ありがとうございました。